最高の身柄を抑えろ。それ以外は抵抗したら殺して構わん。こちらです。お早く。こんな脱出路が。この絵だけに知らされた道です。ですが、本当に使うことになると、民や宮殿の家臣たちを捨ておき、おめおめと。耐えてください。殿下が敵の手に落ちればどうなるか、重々ご承知でしょう。分かっている。イゼッタ、そなたも無事でいてくれ。ワンツブルックが落ちただと？事実なのか？総司令部と連絡は？ダメです、繋がりません。試し続けろ。はっ。ゼルン回廊でイゼッタ殿が敗れたというなら、あるいは。連行される。狙撃はできますが、あの人数じゃ。俺らが突入しますよ。イゼッタさんを連れて国境まで後退するんです。無理押しは厳しい。やるしかない。この絵は援護を。Izetta-san!
さい。俺たちが盾になります。その子には散々助けてもらったんだ。今度は俺たちの番です。山にこもることになる。しっかり着込んでおけよ。なんだと？事実なのか、それは。それで太閤は行方不明。大使、最悪の事態だ。魔女がもう一人現れ、ランツブルックを陥落させた。よくやったゾフィー。ここまで痛快なのは元老院の老人どもを収容所送りにして以来だぞ。12言語、54社の新聞や劇場に今回の写真と映像を配布しました。記事はまだ増えるはずです。これまで十分にエイルシュタットの魔女の力が喧伝されていたおかげで、より今回の勝利が引き立ちました。当の魔女と太閤を逃がし、ガリオ転生を書きますが。なに、十分だ。あとはじっくりいぶり出せばよい。ねえ、約束は守ってくれるんでしょうね。相変わらず無礼ですね。うるさいわね。談笑ごときに指図される言われはないわよ。怖いもの知らずよな。だがそれがいい。あの国を滅ぼすのは私よ。太后たちには真の絶望を味わって死んでほしいの。わかっておる。だがしばし待て。すぐにお前の願いを叶える最高の舞台を用意してやる。ベルクマン、貴様も本当によくやってくれた。功を鑑み中佐に承認とする。はあ、身に余る光栄です。うん、貴様のおかげで魔女とそれにまつわる各種兵器の開発運用のめども立ったしな。故に以後は魔女についての一切を工房の管理下に移し、指揮は直接私が取ることとする。ここまでご苦労だった。どうした、何か不満か。いえ、了解いたしました。白き魔女は裏切りの魔女。お前は彼女のようになってはいけないよ。あの魔女は魔法の力で人の世の断りに手を出したんだ。それが裏切り？それだけではない。戦いに勝つために最初の魔女が持っていたという力の石、魔石を持ち出してしまったのさ。魔石？魔女の命を削って力の断りを覆す禁断の石さ。イゼッタ、私がわかるか。イゼッタ姫様。イゼッタ、よかった、もう二度と目覚めなかった。先生を呼んできます。私どうして。ゲールに連れ去られる寸前でハンスたちが救い出してくれたのだ。それからそなたはずっと眠ったままだった。ずっと。それじゃ戦争はどうなったんですか。まさか。おいおい説明してやる。だからそう慌てるな。とにかくそなたが目を覚ましてくれて嬉しい、イゼッタ。姫様、あの日、ランツブルックが陥落した日から1ヶ月が経ちました。
首都から逃れた私たちはアルプスの山中にある大昔の隠し砦での跡に作られた基地にこもることになりました。代々万が一の時に太閤家が逃れる先として準備されていたところだそうです。今では軍の司令部の皆さんも合流してこの洞窟が国の首都の代わりになっているのでした。それじゃランツブルックはもう完全にゲールの占領下だ。街道沿いの町のほとんどもな。すみません姫様、私が負けたせいで。そなたのせいではない。私が慢心したせいだ。全てが順調に行き過ぎていた。そういう時こそ警戒すべきだったのに。あの人、自分が本物の白き魔女だって言ってました。科学の力で蘇ったって。魔女、ゾフィー。伝説の白き魔女の名だ。ゲールの連中、どうやら本当に彼女を蘇らせてしまったらしい。だとすれば、彼女はこれからも容赦しないだろう。同じ魔女である君にも、そしてそれ以上に我々にも。彼女はおとぎ話の王子の妃。私の祖先に疎まれて家臣たちの裏切りに遭い、異端審問官に売られて処刑されたらしい。それが密かに語られていた白き魔女の伝説の真実だそうだ。我らの敗北はすでに世界に喧伝されている。そなたの力の弱点もな。そして今や世界は魔女ゾフィーの恐怖に打ち震えている。ここは魔法が使えない場所にあるんですか？ああ、残念ながら魔力の地図からは外れている。あの人、私が魔法を使えない場所でも力を使ってた。それはおそらく魔石によるものだろう。魔石、伝説の白き魔女の肖像の中にも描かれている魔女の杖を飾る石。大地の魔力を吸い取って蓄積、あるいは結晶化する謎の物質。魔力の流れを川に例えるなら、普通の魔女は普通？普通の魔女は川沿いで水を汲み出してしか使えない。けれどあの石はその水をため、あるいは氷にして持ち運ぶことができるようにする。おお、あんなに巨大なエクセニウムが。交渉長、バスラー隊員から通信です。バスラーだ。間もなく予定地点を通過する。こちらも間もなく準備完了だ。魔石によって魔力を完全に吸われた土地は魔力が枯れてしまう。君がゼルン回廊で負けたのは、おそらくあらかじめゾフィーが魔力を全て吸い上げていたからだろう。君を罠にかけるために。唯一の弱点だった
場所の制約を取り払われた魔女は真に恐るべき存在だ。なぜ私がそんなに詳しいのか疑問に思っているね。我がミュラー家はおとぎ話の、いや、史実としての白き魔女の事件に関わっているんだよ。ずっとただの伝説だと思っていた我が家に伝わる魔女に関する逸話だが、君という本物の魔女が目の前に現れ、僕は改めて調査を開始した。そしてそれを見つけたのは君たちがブリタニアに立った後。その本はひっそりと隠されるようにあった。おとぎ話の王子マティアス一世に仕えた我が家の祖先が書いたと思われる手記、そこには罪と後悔が綴られていた。妃の聖家であるメルダース家と結託し、魔女ゾフィーを異端審問官に売った裏切りの記録と彼女の力の秘密が。殿下、シュナイダー将軍から緊急連絡です。何事だ。魔女ゾフィーに率いられたゲールの大部隊がロンデニオンを攻撃したと。それで3日は持つはずだ。たった3日？それが我々の技術の限界なんだ。体の痛みは消えましたか？そうね、ずいぶんマシになったわ。その魔石は元の半分しかないのだろう。それでもそんなに体への負荷が高いのか？そのようです。そもそも今の肉体は不安定なクローン体ですし、この調子だとあまり長くは。構わないわ。エールシュタットを滅ぼすまで持てばそれでいい。一応今工房では代わりとなる肉体が量産されている。今の君の意識を継続できるかは不明だが、それでも可能性として。興味ないわ、もともと死人よ。お前が生成した魔力の結晶、我々がエクセニウムと名付けたあの物質を使った新兵器の開発も順調に進んでいるという報告があった。間もなく全ての準備が整う。復讐を成し遂げたいのなら我々にきちんと従うんだ。いいな？どうだったね、ゾフィーの戦いぶりは。すごかったよ。エイルシュタットの魔女なんか目じゃない。俺たちの戦闘機じゃもう歯が立たない。気弱だな。あの魔女たちのせいで今までの戦争のルールは完全に崩壊しちまった。あんたは地獄の釜の蓋を開けたんだ。なのにもう降りるってのか。説明もなしにいきなり設計局の指揮下に入れだ。どういうことだよ一体。降りるんじゃない、降ろされたんだよ。ここまでいろいろとうまくいきすぎた。デルクイの末路は分かっていたつもりなんだがね、陛下を警戒させてしまった。そんなわけでタイ、ここでお別れだ。君の武運を祈ってるよ。他人のために祈ってる場合が？陛下の不況を買った人間が半年以上生き延びた話を聞いたことはないぞ。ま、できる限りあがいてみるさ。まだ無理をするな。さ、ベッドに。時間をかければいつか治る可能性はありますが、今の状況ではこれ以上のことはできません。この子は我々の恩人だぞ。それにまだ15だ。なんとかならんのか。できればやっています。こうなってしまった以上、もう打てる手はほとんどありません。殿下は一度国を出られてはいかがでしょう。私に亡命しろと？そうですね、このまま国にとどまられるより国外に出て亡命政府を打ち立てる方がいろいろと自由になるかと。
だ戦えます。姫様が国にいたいなら絶対に何とかしますから。足が動かなくったって魔法が使える場所ならまだきっとやれます。そなたはそんな傷を負った、フィーネ様。そうか、私が諦めぬ限りそなたは戦おうとしてしまうのだな。そなたの祖母は魔法の力を使ってはいけないと言っていたというのに、それを私が無理やり戦場に引きずり出してしまった。これがその結果か。ありがとう、イゼッタ。そなたにはどれだけ感謝してもどれだけ詫びても足りぬ。だがきっとここまでだ。姫様、すまぬ、少し一人になりたい。姫様、陛下、これは同盟の連中に突きつける講和条件のリストだ。アフリカからの全面撤退、ジブラルタル・マルタの無条件引き渡し、スエズの全権利の移譲、中東植民地の割譲、各国への賠償金請求、総額1300億マルク。果たして飲むでしょうか。飲むさ。いや、奴らは飲まざるを得なくなる。そして同盟を黙らせたらすぐに我がゲールはボルガ連邦に侵攻を開始する。陛下、ボルガとは不可侵条約を締結しております。それを破って侵攻されるおつもりなのですか。ボルガなど誰が信用するか。そもそもいずれ破るつもりで結んだ条約だ。そしてまずは欧州全土を我がゲールの版図とする。その後は大西洋を越え、アトランタとの決戦だ。我が大ゲールは世界を手に入れるのだ。ジークライヒ、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 ジークライヒ。姫様、泣いてた。イゼッタ、なんて無茶を。安静にしていないと二度と。私なんかどうなったっていい。それより姫様にあんな顔させちゃった。あんなの絶対ダメなのに。まだ終わらない。まだ私姫様に返せてないのに。イゼッタ、どうしても君がこの状況を何とかしたいと言うなら方法はある。フィーネ、私まだ動ける、まだ戦える。